ワンドダウン、どんな考え方し、どんなこと考えながら探してるか。ああ、ちょっとやるか、後で。ちょっと待ってね。まあ、どう動くか考えながらって感じですけど、結構ね、いろいろ細かく、なんか、いろいろありすぎて、本当にカラス飛んでるかどうかとか、解読触ってる形跡あるかどうかとか、暗号機の配置とか。じゃあ、ちょっとさっき言ってたやつやりますか、ジョゼフの。中華街で？ってこと？まあでもね、予測型あれだからね、100%当たるわけじゃないからね。考え方みたいなのはあるけど。まあ、僕は基本すぐ写真撮るタイプなんで、もうまあ、普通に踊り子いたんで今そこ撮るじゃないですか。で、踊り子の行動経路を考えようっていう話なんだけど、今から。足跡なんかあるね、向こう。で、こっち側にはね、サバイバーがいるんだよ。それは踊り子も分かってんの。ここに、呪術がいるってことは。で、真ん中、ここも人いるじゃないですか、傭兵が。で、こっちが、玉兵。4だね。ていうか、これ、釣り替えで拾えるから、もう、釣り替えますけど、で、この時に、踊り子、どこ行くかなーってなった時に、あ、これもう、あれやけど、傭兵？なんか降りてきたけど、あそこで拾えるけど、どっちでもいいよー。なんかあれだな、ちょっと参考にならない感じになってしまったな。ちな僕なら踊り子さっきのところ戻ってるんじゃないかなと思って、あっちの暗号機飛んでたかな。ジョゼフの裏での殴られてってる経路的にさ、もう真ん中通ってるなとか、今こっち側にいるなとかっていうのはサバイバー側にも伝わってるんですよ、基本的に。だからそっちから離れる方向、ウォッチサイドでダウンすることあんまない、踊り子が。ってなった時に、まあ、元のいた場所とかに戻るか、それかそっち側のサイドに流れるかみたいな。傭兵とかにワンチャン治療をもらえそうな位置とかってことは、呪術とか。みたいな感じで、まあ、考えるっすかね。よいしょ。まあ今みたいな状況だったらね、追加したら確実だったんで。てか初動良すぎだろ、これ4殴り。普通にやばい。やってること。点1個使わせとこ。踊り子回復したっすね。で、傭兵ここじゃないですか。じゃあまあ踊り子って絶対曲芸と治療してるわけで、さっきじゃあ曲芸どこ行ったっけって考えた時に、
まあそこで救助された後向こうの方に走っててたよなみたいなこと考えて、こっちの方面見に行くと。でまああの女いるんで、ボコ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 で毒芸すればまた拾えるよねっていう。確定演出なんだ、さっきから。基本的に。こっちね。まあ、これができたら一番強い、ね、正直。今傭兵とトリコが立て直ししてるんだけど、どこだろうね。泣いた。立て直ししてないのかな。こういうのどこなのねって考えるときに、どこの暗号機進んでたか考えると結構ね、わかりやすいかもしんない。こことかさ、回してたじゃないですか。だからこっち側とか、回ってる暗号機の方とは大体やっぱサバイバー寄るんで、基本ね。